会場です。続きまして、青コーナーより木本亮太、中社組の入場です。新鮮なカードですね。そうですね、意外と全員キャリア同じぐらいなんですよね。そうなんですね、はい、でこの中で上の父がまだ今日初めての試合。そうです ね, ですね、はい、あと2人が3人が本日の試合ですね、ですね、はい、さあ新鮮な戦いがこう期待できそうな、楽しみですね。そうですね、本日第2部第2試合、上野賢也、上野正人組対中社、木本亮太です。さあこれはあれですね、なんか実質旭川プロレス対札幌 EWA の対抗戦みたいな感じの、そうですね、はい、さあ腕を決めているのが中社選手でございます。第1部頑張りましたからね、はい、中社選手はここから近いですね、苫小牧市出身なんですね。あ、まあ、地元に近いですね、まあ、今日は頑張りどころですよ。さあ、小気味ですね、いいですね、僕は、はい、さあ、今日本日初登場の上野正人選手はどういった選手でしょうか。そうですね、あのスタイルをなんか前回からちょっと試験大会から変えたみたいで、まあ、今まで、はい、まあ、長野正弘スタイルだったんですけど、はい、このオールマイティの、まあ、使い手というか、どんなスタイルでもこなせるような選手を僕は目指してもらいましたね。なるほど、まあ、相当トレーニングしてると思います、あの腕の筋肉が。そうですね、体が素晴らしいですね、かなりビルドアップが、この中では一番ビルドアップされているそうですね、はい、さあサードロードストレッチで中社が締め上げていくところ、さあこれは力では上野選手の方が、そうですね、でも中社も力ありますからね。なるほど、先ほど申したように体かなり鍛えているようですから。そうですね、上野選手も、もうこれはちょっと中社の方が上があるから。なるほど、さあこのコーナーは早くのタッチでございます。さあ中社に変わりましては木本亮太です。さあ木本選手はどういった選手でしょうか。そうですね、木本は、まあ、かなりウェイトアップ今してますんで、はい、ま
さっきも言ったけど、やっぱり次期チャンピオン候補ですよね。この中では、まあ、一番デビューしてからのキャリアが長いですよね。安定感ありますよね。はい、まあ、この厳しく健太代表が鍛えたと思います。まあ、そうです、そうですね。さあ、ショータタックル。まあ、いつも怒られてね、試合終わった後反省して悔しい感じで流していたら。そうですね、純粋なんですね。ああ、ドリスラム。それがあるから今があるみたいなですね。さあ、やっぱりパワーで上野選手かなり分がありましたね、今。そうですね。さあ、登場したは、上野健也選手ですね。ちょっとさっきのボニータにキスされたのから立ち直ってればいいですけどね。そうですね。さあ、健也。ありがとうございます。この2人ですね、あの5月に行われたサッカー大会でですね、シングルマッチやってですね、かなりやり合っていたので、今日もなんか激しいですね。あ、さあ、ミドルキック重たいね。さあ、健也ももうやられてもすぐ起き上がりますね。もう、まあ、ケニアも体力ありますからね。そうですね。なかなかケニア選手もいい体してますね。してますね。さあ、連携です。青コーナーの連携。さあ、エルボードロップ。いい連携ですね。はい、基本的な流れですね。やはり青コーナーってケニアに標的を、そうですね、アジーキーを当てるというケニアですね。はい、やはりこういった場面では簡単に一番キャリアの浅い選手が標的になってしまうという、あとまあ体格ですよね、はい、ちょっとまだケニアに行き着けばいいかなって感じです。まだこれからだと思うんですけど、重たい攻撃をどこまでケニアがこらえて、まあ上の父につなぐかですよね。そうですね。さあ、上に登場しておって、おっと、これは結構重たいエルボー、腕にエルボー落としてきた。細かいのはことを積み重ねていくとやっぱ辛いですよね。そうですね、はい、肝とやっぱり体重増えた分、技も重たくなりましたからね、腰安定して。昔から腰が重い、腰が重いという選手と言われてましたが、逆に上に登場してそれが、ね、プラスになったと思います。はい、完全に左腕にまとめかけてますね、これは。おっと、蹴り上げて、なんかそうだ。一点集中ですね。さらに後ろに上げて、チキンウィング。意外とこのチーム、若い割にちょっとねちっこいというか、いやらしい攻めしますね。いい連携ですよ。はい、あえて反則しないでやってるのが、ところがいいですね。第1振りからしましたが、ちょっと反則目指し合いが多かったですからね。クリーンですよ。はい、さあ、ギロチン、ギロチンカップ、ね、さあ、そしてディスラム、さあ、ちょっと連携が長いですね。さあ、レフリーから反則が取られてしまうんじゃないでしょうか。さあ、しかしちょっと上の健也選手、ちょっと健也選手がちょっと厳しいですね。ちょっとキャリアの差ができちゃうのかな。はい、さあ、ブレンバスター、いいブレンバスターだ。結構キレのあるブレンバスターで、そうですね、はい、やっぱクイックタッチですよね。そうですね、若手チームこのクイックタッチをすることによって、一人の消耗、体力の消耗を、そうですね、節約できるというところでしょうか。よく考えてやってますよね、はい。さあ、そしておっと、これはちょっとまずいんじゃないでしょうか。膝だ。あ、さあ、膝を痛めつけていく。腕の後は膝、あっと、これは厳しいですね。そうですね、ちょっときついですね。はい、完全にやっぱ覚えるんですよね。これケニア選手はスピード感のあるのが売りですから、それを潰しちゃうと、はい、ですね。切り返した。さあ、切り返して、スリーブレード。これはいいですね。ここから繋いだ方がいいと思います。第1秒のことで見せました、いい技です。さあ、出てきました上野正人選手。さあ、ここで赤コーナーチームも、まあ、どっちかを捕まえたいわけですよね。そうですね、はい、ここで勝機がちょっと動いてくると思うんです、ね。はい、さあ、長いプレー、まあ、そーっと垂直落下気味で落としてきた。高さがある、すごい角度で落としてきた。Thank you.
とえげつなかったですね。これさ次。さあ中車選手の表情がちょっとうつろですよ。今のブレンパスは入ったって感じですね。はい。まあ、少しでもこれ長く剣を休ませてやりたい。はい、そうですね。さあ絞り上げていくスリーパーホールド。バッチリ入ってますね。いいスリーパーガッチリ入ってますね。ロック逃げますね。さあロックブレイク。しかしかなり体力削れたんじゃないでしょうか。そうですね。さあストッキング長めにマサトが、はい、そうですね。焦点を見えてきますね。そういうところでしょう。さあ、そしてボディースちょっとファルコアロ気味の、そうですね、結構叩きつける力が普通のボディスライムより強いで、ね、そしてスピアフォッ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 、上野選手も落ち着いてますよね。そうですね、相手よく見えて攻撃ですよ、はい、今のスピアかなり良かったですよ。おっと、アクションもよく見ている。ソバットから何をするのか、フィッシャーマンか、おっと、さあフィッシャーマンアンバスターに行こうというところでひねって首に振りかけてきましたね。ああいうの意表をつかれると取れないですね、受け身のタイミングが取れ全く取れないですから。はい、頭打ってますね。なるほど。さあブレーンバスターお互いに狙っていく。さあ力比べだ。プレーバスターでしたね。体反応するちょっと懐かしいプレーバスターでしたけど、さあカウント2です。まあ、ちょっと、まあ、上野正人は1分でも長くちゃった経緯を休ませたいところですよ ね。さあ、しかし昨日がおっと稲妻レクライアート懐かしいことですね。はい、確かにな、そうですね、なんか懐かしい方とかをちょっと出してきますね。木村健吾ですよね。はい、そで投げますね。さあ、そして得意の木本得意のバックドロップが決まるんでしょうか。さあヘッドロック力入ってる。いやいや、腕力はもう上野選手にかなり分がありますから、ね、さあこう力づくりでケアに持っていきましたね。これは上野選手ではないとできないことですよね。そうですね、なかなかできませんね。今のはテキサスブルドーザー気味で持ってきましたね。さあこの2人も熱くなっちゃいますからね。やり合ってます、ね、やり合った2人ですから。あ、スイングブレード熱くね。ケンヤもガッチリ攻められてガッチリやめますから。さあドラゴンスリーパーかなり角度が、これ背骨もかなり、ね、スリーパーからの同時でバスターですね。バスターからの同時でバス締めてますね。ちょっと後頭部に行ったんじゃないですか。ちょっと足のロックが外れてるのがちょっと弱いですね。あれちょっともうちょっと同時に決めてくれれば、あとやっぱロック逃げちゃいますからね。さあこの野郎とおたけぶ上げていった。ああそしてエコドロップ、連発で欲しいですね。そうですね、ラッシュをかけて欲しいといったところ。さあここで攻めないとちょっときついですね、はい、一発逆転きますよ。そうですね、さあそういった面では木本選手もおっと、ね、本日に集めるグラリアと、そして役者にタッチ。さあここで捕まってしまうというのケンヤ、ね、ちょっと苦しいですよ。赤ちゃんもスタミナは無人島ですからね。そうですね、あの第1試合をやってまだこんだけ動けるっていうのはすごいですね。そうですね、かなり成功攻め込まれてるんでしょうか。あとケンヤも頑張らないとここで。さあそしてバックを取ってジャーマンスープレックスを狙っていきたいといったところ、ロックを外せるかな。さあアンバスターします。さあ手首を決めて、さあ返していきました。絞って。ああうまいな、うまいですね。今かきまさみからの、はい、ねじっていきましたね。ちゃんとでも左腕ハーフデルソン決めてますからね、はい、逃げれないように。さあそしてあーっと、はい、
してないエルボーですね。エルボー。大変な。パーキングエルボー。ペルト。パーキング。いやきついなこれは。そうですね。はい。なかなかこうやっぱり捕まえますね。捕まえます、ね。じわじわと体力削っていくと、うん。さあここでもいったんだ。ですよね。さあここで。わあ。孤立させられてしまった。ものすごい音がしたハイキック。さあそして木本が上野正人を。さあカットに、そしてタイガースフリックス、これでこれさあ第1部はこれで勝利を使いました中社。これを食らってしまうと試合も終わってしまう。さあなんとかまだ、さあこれで逆転してほしい。さあ頑張れケニア。ケニアチャンスですね。ブレンバスターホールですね。はい、とか久しぶりに見ましたよ。そうですね、ブレンバスターホールでなかなかないですね。いやしかしちょっとここでケニアは休まないで攻めてほしいですね。そうですね、しかしちょっと攻め込まれてしまったダメージがここで出てきてしまったのか、こういったところはやっぱ青コーナーの重さがかかってしまいますよね。こうやりながら中ちゃんは呼吸整えてるんですよね。さあここは根性の見せ所だケニア。さあ頑張れケニア。さあ中車選手ちょっと小馬鹿にしたような張り手ですね。なんか中車がありますね、はい、さあここで食らいついていってほしい。パンパン大水だ。はい、大水スミックスです。さあそこでここで木本両手にタッチ。3回目のスイングですね。そうですね。さあそしてドラゴンスリーパー、やはりちょっとケニア選手引き出しもまだ少ないということでしょうか。もうあとシャリフに行くしかないですね、ガムシャラに。さあファイヤーカット、ガムシャラに行くしかない。あさあ中車がカットに行き、これはケニア逆転しても上野に正人選手がちょっとタッチがいけないですね。さあしかしここで決めてしまえばいいわけです。さあスーパーフライ。さあカウント2、木本を仕留めるならまだ弱いですね。確かにそういったところでしょうか。木本選手はですね、去年ですね、若手で行われた過酷なワンデートーナメントを見事優勝してるんですよね。さあバックドロップ、そのながらホールド勝って、いや攻め込まれてたらやっぱりもう一気にもう返せちゃいますからね。さあそしてこれはタイガーではない、木本が得意な。さあさあドローンだ。さあ顔面を落ち着けていった。そしてそのままホールに入る。ボイボイボイ、なんとかあれですね、上野正人につなぎたいですね。そうですね、ここはちょっと逃げないとやばいですよ。しかしちょっと悪用したようですね、正人選手が捕まっているわけですから。さあここでなんとかこらえたい。そしておっと、カウントの日露ドライバー。さあ、得意技の道のドライバーが入った。あーっとタイミングよく中車も入ってきてしまう。仕事は打たれ強いですからね。なるほど、まだこのぐらいの前にもあいないですね、はい、できないですね。さあ、もう一回ホール、ここでやっぱ大技が欲しいですよ。そうですね、さあラッシュをかけてほしい。これやっぱり大技が欲しい、はい、さあ大技が欲しいといったところですが、さあカムシャラに行くしかないですよ。さあカムクラッチ、あっとやはり中車選手のリング上かなりよく見えていますね。中車うまいですね。さあそしてリング上よく見えている中車は正人選手を分断していく。そしてサーブスピア、正人が戻れば。さあこの中車が邪魔なんですよね。そうなんですよね、こっちとしては。さあさあ、あーっと垂直落下。さあこれを先ほど食らった時も中車は一気に動きが悪くなりましたが、今剣にあるのは剣矢と木本です ね。さあここでタッチ。さあ先ほど申し上げた通りうまくつなぎましたね。そうですね、これもチャンスですよ。はい、なんとか剣矢乗り越えましたからね、頑張って。さあ試合時間も15分を超えてきました。おっとアックルです。ワンツーワンツー。
上げて、さあフィニッシュか、得意の技、得意の技